でこ,ちらこちら文化人放送局の方でアンケートさせていただいたんですがこれすいませんゲストモードでこれ今入ってるので回答してない形になってるんですが451票集まりまして現在ですね岸田総理が56.6%茂木幹事長が6.8%林外相が36.7%というふうになっておりまして岸田首相が一番。 ぶっちぎりで一応こちら確認しておきましょう分藩アンケート日本のバイデンこと岸田総理ジェノサイド茂木幹事長美中と思ったら警告にも腰抜け2位派を改めて佐渡金山林義正外相この3人で今すぐ更迭できるなら誰全員はなしです苦笑いというふうな投稿に対して先ほどのですね岸田首相56.6%茂木幹事長6.8% 林外相36.7%というふうになっておりまして岸田首相が一番今すぐ更迭されてほしいとやめてほしいみたいな感じで、えー、なっているようですね。はい、でこの岸田首相茂木幹事長林外相というような方々を今日は深く取り上げたいと思うんですがこちら岸田内閣支持率66%佐藤金山推薦すべき5割超というふうな情報が出てきております。産経新聞と FNN は22日23日両日に合同世論調査を実施した岸田文雄内閣の支持率は66.9%で前回から0.5ポイント増えた支持率は26.8ポイント昨年10月の岸田内閣発足以降支持率は4か月連続で60%で高い水準を維持しているというように言われていましてでこちら世界文化遺産の国内推薦候補に選ばれた 佐渡島の金山について政府はユネスコに推薦すべきだと思うかを尋ねたところ「思うかが」が53.8%と半数を超え「思わない 33.」33.9%を上回ったというように言われていますね。この岸田内閣が支持率が高いっていうのがやっぱりいまだに私は理解ができないんですが佐渡金山の推薦すべきは5割超だ,だというわけでねそれは推薦した方がいいよねというように思いますね。 でここちらこれすごい記事が出てまして、二重国籍参政権容認歪む自民幹部の外国人政策というふうなことが出てきております。自民党の外国人政策がおかしい、河野太郎広報本部長が限定的な二重国籍容認を主張し、茂木幹事長は過去に定住外国人の地方参政権付与に前向きな姿勢を示していた。夏の参院選を見据え 安価な労働力を求める経済界に応えるため、事実上の移民政策といわれる新たな在留資格、特定技能2号の適用業種の拡大を目指す動きもある。私は二重国籍をしっかりと認めていく。少なくともお互いに認め合おうよという国とは二重国籍を認めていくことは考えていかなければいけない。河野氏は4日に配信された在米法人向けの。 テレビ番組で二重国籍に対する自身の考えを問われるとこう語り限定的に認める立場を表明したというふうに言われていますね。うん今の政権はこのような考え方のか方がたくさん中心におられるということなんですかねちょっと怖いですよね。でこちら MI2 さんのツイートなんですが対中避難決議があ2月1日に出されるとかも決定する採択されるというふうな話が出ていますが共産党小池書記長 初期,局長ですね、初期局長がこの番組でですね四国の人権状況ウイグルで100万人単位で強制収容所に入れている非難決議で四国を名指ししないで問題も書かずに決議を上げるのは逆にマイナスのメッセージになる自民党新藤議員2月1日に決議する最終局面だ人権侵害を書くかは我々は努力しているというように言われたようでこの共産党の小池議員の発言っていうのは本当に 的確ですよね。ちょっとびっくりするぐらい的確だったなと感じました。でカルタさんもこのようにおっしゃってるんですがあーこちらですね「人権状況決議この公明修正案になぜ突き上げないのか」「毅然としたフランスの決議が羨ましい」というふうに言われていたりまたこちら加藤さんのツイートなんですが先ほどの小池書記局長の「 発言を取り上げられて久々に共産の正論を聞いたそう思うなら自公両党のあんなデタラメな決議案をぜひひっくり返してほしい実現したら少し見直すというふうに言われていまして確かにこれを実際にされたらちょっと見方少しだけ変わりますよねで、こちらこちらの方がですね林外相の絵を描いていらっしゃったので面白いな,と思,似てるなと思って似てるなと思ってちょっと紹介させてみたいただきました で、えー、林外相の件で先ほどの絵のこちらの方の林外相の件でちょっと見たいと思うんですがこちら「有敢富士編集局」さんがですね自民党の高市早苗政調会長が毅然とした姿勢です岸田文雄政権は佐渡島の金山について今年度はユネスコの世界文化遺産への推薦を見送る方向で調整に入っていますが年度内推薦を強く迫りました林外相の「生にえ答弁というような記事が紹介されてるんですがこちらですね でそれについてそれに関連してですね共同通信が昨年11月10日に配信した記事ですソウル共同渓谷メディアは第二次岸田内閣で外相に起用された林芳正氏を韓日関係に関心が高い痴漢派朝鮮日報と紹介したというふうに言われていまして地中派みたいな知ってる中国派閥みたいな地中派みたいな感じに似た感じで渓谷、えー、メディアでは 痴漢派と紹介されているようで知ってる韓国派ってことですよそうなんだなとなんかやっぱ渓谷にはきちんと言う方なんかなと思ってたら今回このようにですね、えー、しっかりと推薦のことを言わはらなかったので林外相は。で ずっと前のことをこのようにほ,ほじくるというか過去のをでっか過去の情報が出てきますとこのように警告メディアはこのように報じてたというわけでちょっとちょっとと思って <laughs> びっくりしましたねやっぱそうなんかと思ってちょっとショックでしたねでこちら自民高市佐渡金山の推薦要請見送りなら保守層に失望もというふうなことが言われております24日の衆院予算委員会で与野党の本格論戦が始まった夏の参院選に向け 安全運転で乗り切った乗り切りたい岸田文雄首相に対し自民党の高市早苗政調会長は冒頭から佐渡島の金山の世界文化遺産への推薦を強く迫った公私立を維持する岸田内閣だが対韓外国や歴史認識で保守層の不信を招けば一気に逆風にさらされかねない国家の名誉に関わる事態だ必ず今年度に推薦を行うべきだ この日のトップバッターを務めた高市氏は、う政府に求めた佐渡金山の来年の登録を目指すには政府が来月1日までにユネスコに推薦書を提出する必要がある。ただ警告は 朝鮮半島出身者が過酷な労働に従事し,てしたとして反発政府は登録が見込めない外務省幹部との理由から推薦を見送る方向で調整している総合的な検討をしていると交わす林芳正外相に対し高市氏は渓谷への外交的配慮があるのか仮に今年度の推薦を見送った場合来年度までに確実に登録される環境を作る自信と戦略があるのかと畳みかけた 林氏は、渓谷への配慮を行うことは全くない。今年度の推薦をしないと決めたことはないと否定したが、身内を相手に防戦一方の展開を強いられた。高市氏の問題提起は政府の歴史認識にも及,及んだ。慰安婦問題などへの対応を官邸直轄で決めた安倍晋三政権を引き合いに出し、ここ数年、歴史認識は時の首相による政策判断で行われてきたと指摘した。 岸田内閣の対応は外務省任せとの批判を暗に込めたとみられる。これに対し首相は、歴史認識の問題は私の内閣でも重視している。言われなき抽象には毅然と対応していくと述べた。 佐渡金山をめぐっては安倍氏も論戦を避けた形で申請しないのは間違っていると推薦を強く訴えている産経新聞と FNN の合同世論調査でも推薦すべきとの声が53.8%と半数を超えた首相も林氏もリベラルで知られる自民党宏池会岸田派出身でもともと保守相からは対韓外交や歴史認識などでは懐疑的な視線を向けられがちだ 推薦見送りととななれれば失望が広が広ることは避けられない高市氏は質疑後周辺に少しでも雰囲気が変わってくればいいと,のと政府の本意に期待を示したと言われていますね。はい、高市さん本当に身内本当身内だからとか身内じゃないとか関係なしにですね言うべきことを言うそして進めるべきことを進めるというようにしてくださっているこの姿勢は本当に。 素晴らしいですよね。高橋さんのことは、我々、本当、高橋さんのことは応援したいと思っておりますし、で、えー、岸田首相、林外相のおっしゃっていることっていうのを一つ一つ検証してですね、どれが本当にやるべきことなのか、これは本当にやるべきことなのか、やるべきことじゃないのかっていうのを、これからも検証していきたいと思っておりますね。はい、高橋さんのこと、これからも必死に応援していきたいと思っております。で、こちらも見ておきましょう。自民、高市政調会長、 佐渡金山の世界遺産は毅然と進めるべきというように言われていますよね。うんうん。でこちら加藤さんもこのように、えー、先ほどの件をおっしゃってますね。実権のない水ぶくれの内閣私事だからしぼみ出すと早いというふうに言われていますね。ちょっとこの件はやっぱ加藤さんのこれまでのご経験からしての経験値からの推測かと思うのでなるほどなというふうに思いましたね。で、えー、小崎奈々さんがこのようにおっしゃっています。 のの事実に基づかない言いかかなないいいい。言言りを受け入れれとと歴史修正主義者と言われるのはおかしい批判されるべきは嘘つきの方というふうに言われていまして高橋さ早苗、ね、政調会長も質問に立った今日の佐渡金山これ昨日の記事ですね佐渡金山の世界遺産登録推薦議論慶国側は強制労働の証拠があるというがその新潟県の資料には帰国した朝鮮人への未払い賃金と書いてあり帰国前に賃金があったことを証明 帰国による未払い賃金は日韓請求権協定で解決済み、憲国の主張こそ歴史修正主義。佐渡金山が世界遺産登録に推薦されると話題になっていこう、憲国メディアはこぞって第2の軍艦島、証拠があると騒いだが、出てきたのはタバコの配給名簿。憲国の言い分が正しいなら強制労働させている人間にどうして貴重なタバコを配給するのか。慰安婦問題にしても強制の定義がおかしいというふうに言われていますね。 いやーこうやってどんどん言いかかりをつけてくることになるからこそ高市さんはああ言うべきことを言うというように進めてくださってると思うんですよね。まあ、こういうことを岸田首相や林外相は考えておられるのかなというふうに感じましたね。うん、皆さんはどうううう思われますでしょうか本当言言べきことを言うね、痴漢派 知る韓国の派っていうふうに報道されている韓国の方で言われている廃止外相のままで大丈夫なのかなっていうふうに思わせるような今回の件でしたよね。はい、皆さんはどうう思われままししたたたでででょうかぜひコメント欄でコメメンントト欄いいいだけたら幸いでございますというわけでここから先は「プレミアメンバーシップレベル2」の皆様に向けてのコンテンツとなります。ここから先は海外のことなども初めてですね 一般公開で扱いにくいような情報も含めて扱いたいと思っております。ご可先のご視聴は概要欄でご視聴ください。また、メインチャンネルとサブチャンネルでは登録は別々になりますのでご了承ください。一般視聴者様はここまでです。ありがとうございました。というわけで、他にもたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。チャンネル登録、いいね、クリック、コメント等よろしくお願いいたします。それではまた。通信。最後は、今日はですね、癒し系の動画でお別れしたいと思います。癒し系の動画2本。 一緒に見たいいと思いますね一緒に癒されながらねいろんな今日もいろんな情報でキューッとおかね怒られたかもしれませんが怒りはったかもしれませんが最後はですね癒されながら終わっていただきたいとね今日終えていただきたいなというふうに思いますねはい猫、ね、ちゃん動画2本連続見たいと思いますまずはこちらトレーナーっていうふうに言われてますね一緒に見ましょう いやあ、かわいいですね。<laughs> この腕上げるところめちゃくちゃかわいいですね。もう一本見ておきましょうかね。こちら。かけてないですよ、とのことです。はい。というわけでいかがでしょうか。かけてないけど納得いったんですかね。<laughs> いやーなんか癒されますね。やっぱりね。もう猫ちゃん動画っていうのはもう絶対、 外れれななく癒さるるっってていいいううのがあるなっていうふうに思いますね、はい、今日の怒りはこの猫ちゃんの動画で癒していただいて明日もまた一日一緒に頑張,ら頑張っていきましょう、はい。明日もいろんな情報を皆さんと共有したいと思いますので是非ご一緒していただけたらと思います。今日の動画の感じいかがだったでしょうか トンガのところから入って友達作戦ちょっと泣きそうになったなとかあと野党関連ってバーってちょっとスピード紹介をして自民党関連の岸田首相前期幹事長そして林外相のこのビッグスリーの方々を紹介させていただいて高橋さん苗政調会長頑張れというような内容とな感じになりましたはいいかがだったでしょうかいろいろ試行錯誤してですね改善して皆様により喜んでいただけたらなというふうに思っておりますのでまた何か ご意見などありましたらコメント欄でお待ちしております。というわけで本日もありがとうございました。それではまた